皆さんおはようございます。経営コンサルタントの中野です。いかがお過ごしでしたでしょうか。季節はねもう8月21日ということで、暑い日も続きましたけれども、夏休みはもう終わりだということですね。夏の高校野球もですね、ついに明日で決勝戦ということでね、まあどこのチームが勝ってもよかったなと、もうベスト8ぐらい出た時はね、どこの高校も優勝させてあげたいなと、まあそのようなね親心が出てました。暑い中ね、みんな汗をかきながら大泣きをしてね、一つの目標に向かってやってましたからね。まあ自分もまだまだね人生長いですから、諦めることなくですね、いろんなことにチャレンジしないといけないなと、そういうふうに思った次第です。で皆さんはいかがでしたですかね。まあ、仮想通貨はね、今はまた下落の最中ですね。まあ、去年ね、ものすごい上がりましたからね。去年ビットコインが780万つきましたからね。イーサリアムも、まあ、47万円つけてね、まあ、びっくりしましたね。もう50万円直前で。で、リップルが200円、体の間270円つけてですね。ね、で同時コインなんてのは70円いきましたからね。まあこれがまあ高値と言わずなんだっていうことですね。まあそれなので仮想通貨はまた3年ぐらいは冬眠の時代に入ると思いますよ。よくてさまあよくてさ3年、まあ普通は投資の世界では10年と言われてますからね。一つのターンが10年と言われてますから、10年から20年と言われてますからね。だからまあ自分が生きてる間にね、まあ、またもう一回花咲くかどうかっていうのは本当は分かんないですよね。株式投資なんかもそうですからね。ですから早いうちにですね、投資っていうのはやっといてですね、でそこそこここで花咲いたなと思ったら、まあ、そこでね一旦利確しないとですね、本当はダメなものなんですよね。もっと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 っていうのがね、まあ人間一番そこが いけないところですからね。さあところで FX っていうのはどうでしょうか。 FX っていうのはね、毎日やることができるんだよね。だから一声5年10年20年と待たなくてはいけない。暗号資産の仮想通貨とかね、株とか先物とは違ってですね、毎日できるので待つっていう概念がないんですよ。 FX っていうのはそんな年何年何十年というのは待ちません。待ってもですね、まあ数分数十分数時間数日ぐらいですかね。で FX っていうのはね、 FX っていうのはまあ一般的には証拠金取引のですね、外国為替市場って言われてるんですね。まあドル円とかさユーロ円とかね、為替変動をFX って言ってるんだけど、本当は違うんだよね。証拠金取引のことを FX って言ってて、ビットコインもね、証拠金を納めてレバレッジをかければ FX、 ビットコイン FX って言うでしょう。先物もそうなんですよね。まあ、株もほらあるでしょう。 3.3 倍ぐらいさ信用取引で、まあ、あれも信用すると FX っていう可能性もあるかもしれないですね。まあ、フォーリンエクスチェンジなんですけどね、フォーリンって外国為替なんですけど、まあいいでしょう。で、FX っていうのはバルサラの破産確率表から始まり、バルサラの破産確率表で終わるということで、これどういうことかというとですね、これ右の表がある通り、これバルサラの破産確率表ってあるわけですね。
まあ、バルサラさんがですね、計算式から求めた表なんですね。で、これはですね、勝率と、ね、3つのパラメータからできてるんですね。勝率とですね、損益率。損益率ですね。で、それと、1回の、まあ、トレードっていうかね、1回のポジショニングっていうか、ね、まあ、いわゆる1回の賭けに対して、いくらまで損失をしてもいいかと。最大、最大損失金額ですね。これ、まあ、1% の場合と。いうことで、まずね、勝率ってのは分かるでしょ。これ、だって、勝った負けた、勝った負けたで、ポーカーでもね、ブラックジャックでも、ルーレットでもね、これギャンブルだからね、その競馬、競輪、パチンコ、パチスロ、何でも勝率ってあるでしょう。で、FX ってのも、このギャンブルに入ってくるわけですよね、この、証拠金を納めてですね、それでレバレッジをかけてやるとですね、これはもう、ギャンブルの世界に入ってくるわけですね、勝つか負けるか、まあ、証拠金を納めないでね、やる株なんかも、ギャンブルって言えばギャンブルですよね。値段が上がるか下がるかっていうのは誰にもわかんないもんですからね。で、このギャンブルに対してですね、もう本当にわかんねえよと。そういう意味ではね、独立企業なんかもギャンブルですからね。ラーメン屋始めるって言ったって、パン屋始めるって言ったって、成功するかどうかなんかわかんないからね、ほとんど失敗しますからね。まあ、国税庁の調査によると、独立開業してね、1年後に、まあ、最初の1回目の、税務申告する会社っていうのは、会社って個人事業主とかね、会社っていうのは、3割ぐらいですからね。3割から4割しかないんですよ。だから、まあ、その他も大体7割ぐらいのラーメン屋とかパン屋っていうのは、1年以内に潰れちゃってですね、まあ、1回も全部申告しないで終わっちゃった、ちゃんちゃんとってね、どっか逃げちゃう、まあ、夜逃げとかしなくちゃいけないもんですからね、まあ、そういうことですね。だから、まあ、まあ、そういう意味では世の中と一緒で、じゃあサラリーマンはギャンブルじゃないのかって言ったら、サラリーマンも実はギャンブルなんですよね。まあ、嫌な人がいたりね、その生理的に合わない人が、いる会社に就職する可能性もあるわけですよ。まあ、その時にはもうギャンブルなもんですからね。まあ、どっちが辞めるって話になっちゃうから、じゃあね、最初に入った若いやつが辞めろって話になっちゃって。で、それでみんなうつ病になっちゃうわけでしょ。で、人生すなわちこれ全部ギャンブルなわけですよね。で、あんまりね、このギャンブル、勝率が悪いと自分の、何もやってもダメだって、勝率が悪いと、人生ね、まあお金の面でも何の面でも、心の面でも破綻してしまってですね、これは早々に自殺することになっちゃうわけですよね。病気になったり、お金がなくなって。ね。だから、勝率っていうのが一番大切で、これね、自分で毎日測定した方がいいですよ。特にまあ、今 FX の話してますけれども、一回一回ね、スキャルピングやる人なんていうのは、一日、100回も200回もね、1000回も2000回も、ポジション取る人いるけどね、ロングとか、ショート、ロング、ショートとかね。そういう人でもですね、じゃあ、今はどうだったの？勝ったの？負けたの？今はどうだったの？勝ったの？負けたの？ってのを、正式にですね、負けってですね、まあ、正の字でもいいからですね、書いていくようにしないとダメですよ。そして、まあ、今日はね、12回やったと。12回やって、勝ったのが5だと。ね、そうすると、40% ですね、これね。ね、
勝率 40% ですからね、これね。そうすると、損益率は 1.7 以上ないと、破産するよってことですね。これ、赤いところはですね、全部こう 100%、100% 破産しますよってことですね。まあ、ここは 99.9% 破産する。ここは 0.47% 破産するということで、まあ、ここら辺 0.01% 破産するということで、まあ、こういうところは飛ばしてもいいかもしれないですね。0.32% 破産するということでね。19ぐらいあると、やっぱりこう入れといた方がいいよね、やっぱりね。まあ、とかね、まあ、その 100%、まあ、病気になるとか、うつ病になっちゃうとか、まあ、そういうような感じでね、まあ、使っていただいてもいいかもしれないですね。じゃあ次にこの損益率って何かってことなんですよね。で、これ、勝率と損益率っていうのは、もうものすごく関係があってですね、勝率が一番大切っていったところで、勝率だけじゃダメなんでね、損益率との兼ね合いじゃないとダメですよね。例えば、勝率がね、勝率が、まあ、例えば 30% しかないと、まあ、ほとんど負けちゃうって言っても、例えばこの損益率がね、3あれば、成功するわけですね。億万長者になるわけですよ。だから10回のうちに3回しか勝ってないと。でも、じゃあ損益率が3あればね、3以上あれば、億万長者になるわけ。逆に、これ損益率 1.0 っていうのはですね、まあ、後で説明しますが、逆にですね、勝率、例えば 60% あったとしてもね、まあ、60% すごいですね。野球の打者だったら、まあ、すごいよね、これ。普通はさ、ほら3割バッターとか4割バッターって言うじゃないですか。6割バッターって言ったら、高校甲子園球児です。波ですよね、6割バッターって言ったらね。でもね、でも、普通、ほとんどね、ほとんどこうやって億万長者になるわけですよ。破産する確率はほとんどゼロなんだけど、ね、でもこう 0.6、そういうケースが 0.6 とかちっちゃくなってくると破産しちゃうわけ。だから3割バッターでもね、億万長者になれれば、6割バッターでも、破産する確率がある。ってことは、勝率だけじゃダメなんですよ。勝率だけを追ってても、FX っていうのは、全く億万長者にならないわけ。で、じゃあこの損益率って何かってことなんですよ。損益率っていうのは、損切りと利確の差なんです。で、みんなね、損切り、損切りして、損切りしたらいけないっていう人、結構いますよね。損切りする必要性が分かんないとかね。で、利確いくら狙ってんのって分かんないっつって。伸びれば伸びるほど狙ってる。じゃ損切りはっつって。分かんない。ビャーって下がってきちゃったら損切るとかね。はっつって。実は、ポジションをね、取る前にですね、利確と損切りをあらかじめ設定してね、予約してポジションの予約をすることができるんだよね。でそれはですね、どこを使うかというと、まあ、国内 FX でもね、それできるけど、まあ、海外 FX でもできるわけですよね。これは MT4 なんだけど、まあ、これドル円ね。でこう MT4 のですね、こう新規注文ってあるでしょ。ここでやるわけですね。で、こう、注文種別は、だいたい成り注文でね、まあ、こういうとこでさ、ロングショット、バイセル、ロングショット、ロングショットとかね、ここでも買いとか、売りとかって、こう、成り行きでやっちゃう人がほとんどなんだけど、成り行きでやってもいいんだけど、すぐさまね、すぐさま、すぐさまここでですね、利確と損切り入れなくちゃいけないんですよ。
でもそれはもうすぐにできないから、相場が激しい時にはすぐに刈られちゃうからね。そうじゃなくて、こう差し値注文って入れるわけね。いくらになったら買うとか、いくらになったら売るってやつね。でそれは注文種別っていうのがあってですね、ここでバイリミット、セルリミット、バイストップ、セルストップっていうのがあってね、買うにも2種類あるわけですよ。で売るにも2種類あるわけで、これは難しいからまた今度説明しますけれども、これがね大体わからない。ほとんどのね FX やってる人はほとんどわかんないですよね。だからこれがわかんないから3ヶ月とか半年で退場したわけですよ。自分のお金全部使っちゃって、クレジットカードでキャッシングして借金して、それも全部使っちゃって、それでまあ退場してまた働くと。あとは FX YouTuber なんかもですね、これが分かんないわけでしょ。だって大体の人はですね、順張りと逆張りを逆に考えてるからね、はい、FX っていうのは価格が上がったら売るんですよ、これが順張り。価格が下がったら買うんですよ、これが順張り。で順っていうのはリミットのことですから、バイリミットっていうのは、バイは売るだからね。だから価格が上がったら売りますっていうのがバイリミットで設定していけばいい。で、セルリミットっていうのは、買いですよね。価格が下がったら買う。バイリミット。セルは価格が上がったら売りますのがセルリミットね。でまずはこれ4つを設定してから、ここにですね、じゃあいくらで買うのか、いくらで売るのかっていうのをセットしますね。で、その後に、ここにですね、利確。いくらになったら利確するのか。ここはいくらになったら損切りするのか。で、数量は、ロットロゴですね、これは数量いくらなのか。0.01 の場合は、XM の場合はこれ1000通貨ですね。で1だったら10万通貨。これは5だったら50万通貨。8だったら80万通貨ですね。まで入れられますということですね。だから、だいたい順張り逆張りっていうのを、まず理解しないといけないね。順張りって何なのか、逆張りって何なのか。はい。弁当もそうでしょ。だって、お弁当だってさ、食品スーパーとか弁当屋でね、期限切れそうになった赤札がついてね、半額シールが貼られたらみんな買うでしょ。ね、だから値段が下がったら買うわけでしょ。で逆に値段が上がったら売るわけですよ。その弁当半額シールがね、あ、やっぱりやめたっつったら、買い戻しますっつったら売るわけでしょ。あ、分かった、売るっつって。金なんかもさ、安い時買っといて高くなったら売るわけでしょ、金とかね。それと一緒でですね、これ覚えないとダメですよ。これはまずね、これ覚えないと FX で勝てないですから。このバイリミット、セルリミット、バイストップ、セルストップ、まあこれね基本の基本だから、今日ちょっと やろうとしなかったんだけど、次回ちょっとちゃんとやりますね。それでですね、分かったと思いますけれども、損益率っていうのが重要でですね、絶対にですね、FX っていうのは利確と損切りを設定した状態で、ポジション予約を入れないといけないんですね。で、いくらで買って、いくらで利確して、いくらで損切りするかってことは、いくら儲けたいのか、いくらで損切りたいのかっていうのが絶対に出てくるわけです。最初から計算しておかないと、例えばこれ 0.6 って言ったらですね、損益率ですからね、損切り10ピップスに対して利確6でもいいわけですよね。あ、これだとさ、って、ね、負けるときは10ピップス負けてね、勝つときは6ピップスしか勝たないと、いくらたっても赤字なんじゃないかっていうかもしれないけど、それは勝率が
五分五分の場合とかですね、五分五分の場合は、まあ、かける10するでしょ、かける10するでしょ。そうすると、まあ、例えば1000、10の10だから1000、100円ですね。100円に対してこれ60円だから、全然ダメじゃんってなるじゃないですか。でも、これが6、ね、7割になった場合ですね。7割になった場合は、使用率、だからこれが、10じゃなくて、負けが3ですよね。で、これが7ですよね。で、7、6、42の30ですよね。ってことは、まあ、負け金額が30に対して、利益が42円あるんでね、結局12円のプラスになるわけですね。というふうにですね、まあ、勝率と損益率っていうのは切っても切れない関係にあるわけですよね。車の両輪のようなもので、勝率だけ追っててもですね、車の片輪だけなんですよ。だからいつまで経っても勝てないですね。だいたい利確も損切りもいらない人多いでしょ、ね、いくらになったら利確するんですかと、だからこの損益率いくらですかって聞いたときに、はぁ何それって言った時点で、あ、この人勝ってないなって感じですね。で、あんまり大きくても今の相場では勝てないとかね、いや今の相場では勝てるとか、まあいろいろな考え方があるし、まあ、勝てる勝てないっていうのはファンダメンタル分析とテクニカルチャート分析で引きつけて引きつけて引きつけてポジショニングを取れば、もっとこれはね、10とか20とか30とか伸ばすこともできるんですよね。だからね、それはうまいとかうまくないとかにかかってくるわけですよ。だからね、ここね、最低でもですね、例えば、まあ、勝率5割バッターならね、まあ、大体5割いってんじゃないかという人多いと思いますよ。ね、ほとんど勝ってんのに、お金なくなっちゃうんだという人いると思います。これは、勝率9割バッターでもですね、たった1回、ね、例えば100回に1回だけね、100回に1回だけ損切り入れておかなければ、全部持ってかれちゃうわけですよ。99% ね、勝って、損切りなくても全然大丈夫だったとしても、100回に1回だけとか、1万回に1回だけね、1万回に1回だけ、損切り入れなければ、1億円でも10億円でも100億円でも全部持ってかれて、ゼロカットで終わっちゃうわけ。ね、そういう人が多いわけですよ。だから、損切りと利確っていうのは絶対に解かないとダメですね。うん。で、損切りで利確、損切りがあって利確がある。利確があるから損切りがあるってことで、損切りは入れるけど利確を入れないっていうのはありえないから、だいたい戻ってきちゃうからね。うん。だいたい戻ってきちゃうから、まあ、今のドル円みたくね、一方通行に上がっていって戻ってこない時もあるから、なんとも言えないんだけど、ね、こうやって上行ってね、何十円も上行ってんじゃん、30円とかね、32円とか上行ってんじゃんつって、これどうなのってね、これどうなのって、これ利確入れたらもったいないじゃんつってね、まあ、こういうのを狙う、これはプロですよね、プロトレーダー、まあゴールドマンサックスとかね、いっぱいいますけどね、これ30円の3000ピプス狙いとかね、まあ、こういうのありますから、まあ、これはどうやって狙っていくのって言ったら、まあ、いろんなね、これボリンジャーバンドの真ん中の線を大きく抜けたらね、切ると。で、これ全然抜けてないでしょ、ここも抜けてないんですよ。だからこんなに下がってもまだ保持するわけですよね。で、これどんだけ下がってるのかっていうと、ものすごい下がってるんだよこれね。いや、まあ、5000ピプス、まあ、5円ですね。5000ピプスぐらい下がってるわけ、5円。でも、普通なら5円つったらもう何千万、何億っていうからね。マイナス切るんだけど、
まあ持ってて、まだ大丈夫、ここまでね、行ったら切ると。そしたらまあ途中で上がっていっちゃってよかったなと、まあ、ものすごい何十億ってまた儲かっちゃった、イエーイって感じですよね。まあ、ここからね、風向き、思いっきり変わったこと、僕も覚えてますけどね、瞬間的にバーンって上がっていったからね、これ、なんかがあったと思いましたけどね、このところで、まあ、ビルダー会議があったでしょうね、これね。はい。でね、まあちょっと、これ、まあこれは、バルサナの加算確率で、最大損失が 2% の場合ですね。これ 1% とどう違うのかというとですね、まあ例えばこれ 1% っていうのは、まあ最大損失っていうのはね、まあ自分が FX にかけるお金が今いくらあるのと、まあ1万円なのか10万円なのか100万円なのか、まあ一月1万円ぐらいの方がいいですよね。うん、そしたら、まあ、1回の損失は100円ですよと。1回ね、ポジション取って100円ですよって言ったら、まあ、1000通貨だったら、10ピプス負けられますよね。1000通貨だったら、1ピプスにつき10円ですから。だから、100円まで負けられるということを指してるわけです。まあ、例えばその10万円だったら、10万円だったら 1% って言ったら1000円ですよね。10万円の 1% は1000円ですから。そしたら、まあ、ロット数との兼ね合いもあるからね、例えば、1000通貨だったら100ピプスまで、100ピプスまで、損を出すことできる、できます。で、まあ、1万通貨だったら、10ピプスまでですね。その、10ピプス、そうですね。だから、ロット数との兼ね合いもあるってことをですね、それを覚えておいてほしいんですよ。2% の場合、そして 2% の場合は、だんだん厳しくなってくると。まあ、勝率もね、損益率も、だんだんこう、狭まっていくってことですね。だんだん、億万長者になる確率がだんだんなくなってくると。で 3%、4%、徐々になくなってきて 5% だから1万円あったら1回の損失で500円ですね。だから20回しかできないってことですよ、全部でね。20回しかできないと。で、まあ 10% の場合はほとんど無理ですよと。まあ、だから1万円持ってても10万円持ってても100万円持っててもね、例えば100万円持ってれば1回の損失で10万円まで、損切り10万円まで見ますっていうのは、それは全くの素人ですよと。 100% 負けますと。1億円持ってても10億円持っててもね、その損失の割合ですから、だから必ず破産しますってことですね。割合を気をつければ別に1000、最初の1000円しか持ってなくても億万長者にはなれるってことですね。ね、1億円持ってても100億円にはならないわけですよ、これ。10% に設定しちゃうとね。そこら辺気をつけなくちゃいけないってことです。で、これ見てくださいよね。FX の自分ルールの作り方で、これも有料級なんですけどね。バルサラの破産確率表 1% を見ながら、まあ、1% ってこれですよね。これですよね。1% を見ながらって。見てますよね。まずはじめに毎月いくらまで投資するのか決めると。例えば1万円ですね。まあ毎月、お小遣いの10分の1ぐらいでいいので、まあお小遣い10万円ある人少ないでしょうけれども、お小遣い3万円だとしたら、まあ3000円とかですね。まあだから、1万円したら大きいかもしれないね。3000円ぐらいでいいかもしれないですね。3000円とか5000円ぐらいでね。で、次に、これあれですよ。FX に使うお金ですね。まあ、3000円から5000円ぐらいでいいかもしれないですね。で、次に、勝率を見ながら、損益率を決めていくということですね。まあ、勝率、自分の勝率って今までいくらだったのっていうのを、まず知る必要があってですね。それ、みんな、控えてないよね。僕も何年も前からさ、
必ず自分の、ね、勝率を控えてくださいと、ね、あの別に Excel でまとめる必要ないしノートで書く必要ないけど、どっか紙切れにね、あ勝った負けた勝った負けたって成果表じゃなくてね、小の字を書いて、まあ毎日ね、あなんか勝率悪くなってるとかね、勝率良くなってるって書かないといけないと。でしかもあの損益率はまあ 1.6 の場合って書いてあってですね、損益率を設定してない FX っていうのはまあクリープが入ってないコーヒーのようなものであってですね、それコーヒーじゃないんですよ、ただのあれ茶坊主みたいなもんでですね、なんでもないわけですね、ただの子供の遊びなんですよ。じゃなくてその子供の遊びを飯食う道具にするにはですね、必ず利確と損切りを入れた状態でポジション取らなくちゃいけないと。そうしないと勝率が意味なくなってくるからね、意味がなくなってくるんですよね。で大体まあ勝率 50% の場合、勝率 50% でこうずっと見ていって、まあ、あんまり大きくないところで 1.6 ぐらいでね、まあ、これですよね、これ一つのセル、まあ、こういうところなんか狙えないですからね、勝率高いから、勝率高いから狙えないんですよ、60% が狙えないからこう、まず無理ですから、ここはね、無理ですから、じゃあこっちのね、1回のトレードで、まあ、2倍も3倍もね、まあ、リスク金額に対して、2倍も3倍もね、狙っていけるか、狙えないですから、こっちもね。狙えないです。実際問題ありえないから、こんなの世の中には。ね、まあ、これもありえないから、こうね、こういうとことか 55% ありえないですよね。うん、でこういう中でこれもありえない、ここら辺しかないんですよ、実はここら辺しかないんですよ、 FX っていうのは。こういう中で、まあ、こういう際のとこってこう嫌じゃないですか、ねえ、ふとした瞬間にこっちに入っていくわけですよ。 45% の確率が 40% に入っていっちゃうわけですよ。そうすると、まあ、破産に向けて FX やってるようなもんだから、毎日測定していてですね、自分は40% なのか 41% なのかっていうのは本当に重要なんですよ、これ。で、ここら辺しかないんですよ、本当はね。この三角形のセルのどこに入ってるのか。で、だんだん吸い込まれてこっちの方入っていくわけ、こういうとこに。そうするともう終わりだから。ね。で、こっちには行かないから、絶対に、こういうとこには。化け物だから、こっちは天才級だからね。よっぽど、ファンダメンタル分析とテクニカルチャート分析を上手い人じゃないといけない。大体はここら辺の三角形、ここら辺しかないから、まあ 1,2,3,4つぐらいしかないですよ。この4つのうちのどれかに入ってないとアウトだから、だから皆さんはね、毎日自分の勝率を測定していく必要があります。で、そういう率は固定にできるからね、これ固定にできる方法があって、ナイトさんが作ったね、スピード MT4 というツールを使って、損益率を固定します。まあ、またはさっきのね、XM の注文方式で固定すればいいのでね、まあ、注文方式で固定した方がいいですよね、XM でね。なので、これは損益率を固定できるので、勝率だけ固定できないんですよね、これはね。これは絶対固定できないじゃないですか、これね。だからこれだけは必ず測定していかなくちゃいけません。でね、ちょっとね、動画1回目長くなっちゃったので、一旦ここでね、終わります。で、まだ長いんでね、また、今日の午後とか夜とか明日とか作りたいと思います。それでは、動画見ていただいてありがとうございました。この続きは、またアップロードします。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。